ベアーテ・ウゼ、ベアーテ・ウーゼはドイツ軍のパイロットで起業家。1930年代のドイツにおける女性初かつ唯一のスタントパイロットで第二次世界大戦後にアダルトグッズショップを世界で展開した。彼女の起業したベアーテ・ウザ・エジーはフランクフルト証券取引所に上場しセイグ売上で世界最大である。ベアーテ・ウザ・エジは プレミアネットワークでのテレビ放送も行っている。ベアテは、東プロイセンのクランツで生まれた。彼女は三人兄弟の末っ子で、父親のオットコスリンは、農民、母親の曲がれてコスリンは医師だった。ベアテが8歳の時、兄は彼女に、イカロス神話のことを話した。そのストーリーと空を飛ぶということに、彼女は魅了された。ベアテは、鶏の羽を集めて、 翼に乗り付けし、ベランダの屋根からジャンプした。このようにベアテは、野生的な子供だった。両親は彼女をコントロールできなかったが、代わりに彼女が望むようにさせた。両親は彼女が良い教育を受けられるように支援した。両親は性的な事柄について、早くから教えており、性や正しい衛生学的知識についても、オープンに話した。18歳の時、 ベアテは、ヘッセン州のやり投げ大会で優勝した。ベアテは、どのような状況であっても、両親と同じ道を歩んで、農民や医師になることは望まなかった。彼女の夢は、パイロットになることだった。16歳の時、ベアテはイギリスに1年間留学し、オペアとして、英語を勉強した。その後、彼女は、両親の家に戻り、正規の教育を受け、これに、 両親は満足した。ベルリンへの旅行の際、彼女の父親は偶然に、ジャーマンエアロクラブ出身で、モータースポーツの教師であったザクセンベルクと会い、娘の飛行教と女性パイロットという馬鹿げた考えについて不満を語った。しかしザクセンベルクはこの考えに興奮を覚えて、17歳のベアテにパイロット免許を取得する方法について教えた。 最終的に両親は彼女の望みを受け入れ、1937年ベアテはベルリン近くにあるラングスドルフ飛行士訓練場に入学した。10月の18歳の誕生日に彼女は免許を取得した。1938年、彼女はスタントパイロットの試験に合格し、その後すぐにベルギーのレースに参加した。彼女は自分のカテゴリーで優勝し、 ターゲット着陸で2位、時間通りの飛行で3位となった。その後、彼女は飛行機会社のビュッカー社でテストパイロットとして働き、19歳になるとフリードリッヒ飛行機工場の配達パイロットとなった。その直後に彼女は映画会社のウファから映画で影武者を演じることを依頼され、ベアテはそれを演じた。 ベアテは尊敬する映画スターのハンス・アル・バースや他の多くの俳優と共演した。バッサー・フュア・カニ・トーガでは彼女はレナ・デルトゲンのスタントを演じて気球のバリアの中をくぐり抜け不時着を演じた。ベアテはスタント飛行の指導者ハンス・ユルゲン・ルーゼと恋に落ちたが結婚の提案は繰り返し拒絶した。彼女は男のために飛ぶのを止めたりは しないと誓っていた。しかし、ハンス・ユルゲンは、彼女の希望を支え、彼女は、最終的には彼を受け入れた。しかし彼女の父親は抵抗した。一年間の間、父親は、結婚を祝福することを拒否した。最終的に結婚式は1939年10月10日に、予定された。しかし、結婚式は、改選により取り消された。 9月28日に、ハンス・ユルゲン・ルーゼは、戦場に配備されることになった。二人は、彼の出発の4時間前に結婚した。戦争によって、スタント飛行は、不可能になった。このため、部屋手は地上に留まることになった。ラングスドルフの、小さな自宅で、彼女は、兵所恐怖症に陥った。ドイツ空軍が、輸送機体として飛行する仕事を提案し、 ベアテは感謝して、それを受けた。彼女は、そうでもなければできない、飛行機を飛ばすことができた、ユンカース1 8 7やメッサーシュミットボーイフレンド109、ボーイフレンド110、フォッケーウルフ FW190、そして、対戦末期には、メッサーシュミット目2 6 2にも登場した。彼女は、戦争が終わったらこの経験を生かして、パイロットとして、 キャリアを詰めると感じていた1943年、彼女の息子のクラウスが生まれた。彼女は戦争に不可欠な役割を果たしていたので、働き続ける許可が得られ、ウバを雇うことも許された。彼女はヘリコプターやロケット戦闘機を女性として初めて操縦した。テストパイロットとしての功績を認められ、1944年、女性で、 史上唯一の一級鉄十字章を授与されている。1945年、夫のハンス・ユルゲンが致命的な事故に遭い、24歳のベアテと1歳の息子を残して亡くなった。夫の死後、彼女は退位となり、前線へと飛行機を輸送する任務に就いた。連合国側の砲撃で直撃弾スレスレを食らうこともあった。1945年4月、 ベルリンは連合国により包囲された。ベアテ・ウーゼの大隊の指揮官は大隊を正方に展開しようとした。ベアテは荒廃した市街を通り抜けて、ラングスドルフの自宅へと向かい、息子とウバを連れ出した。彼らを連れて飛行場へと戻った時には、彼女の飛行機と共に大隊は去っていた。負傷兵を輸送するために燃料が積載されている飛行機を見つけたが、 パイロットはいなかった。彼女は、負傷兵と2歳の息子とウバを乗せて、ベルリンをサリニシへと向かい、北フリージアのレックで着陸した。彼女は、イギリス軍に逮捕された。解放された後、彼女は、息子と共に、フレンスブルクで生活した。ベアテ・ウーゼのパイロットとしてのキャリアは、終戦により途絶えた、ドイツ空軍の以前のメンバーは、飛行を許されなかった。 この若い未亡人は、息子を養うための資金を得るためには、他の方法を取るしかなかった。まず、彼女は、闇市場で生活した。彼女は家々を訪問して、物資を売り歩き、何人もの家庭婦人と会って、彼女たちにとっての問題を学んだ前線から戻って、来た男たちが、妻を妊娠させているのだった。生まれてくる子供には、毛もなく、収入もなく、 未来もないが、男たちがそのことを気遣うことはなかった。多くの女性が妊娠中絶を行い、子供を厄介払いした。ベアテ・ウーゼは、彼女の母が、性、衛生法、否認法について話したことを思い出した。彼女は、クナウスオギの方について、情報を集め、青春期を知るための冊子を配布した。 1947年までに、ベアテは通信販売別会社を通じて、パンフレット X を3万2000部売り上げ、ハンブルクやブレーメンなどの大都市に進出し始めた。多くの人々が、性やエロティシズムについて、彼女にアドバイスを求めた。こうした人々は、性の事実について、無自覚だった、と彼女は、自伝で記している。間もなく、彼女は、 コンドームと結婚ガイドを販売するようになった。1951年、4人の従業員とともに、ベアテは、ベアテウザメールオーダー社を創業し、コンドームと結婚生活の衛生法についての書籍を販売した。2年後には、会社は14人の従業員を抱えるようになった。ベアテウゼは、小売業者のエルンス、ワルター・ローテルムントと結婚し、2人目の子供の、 ウルリッヒを授かった。1962年、フレンスブルクで彼女は結婚生活のための特殊用品店をオープンした。世界で最初のアダルトグッズショップである。彼女は店舗とカタログの双方でより多くの結婚生活の衛生用品を扱うようになった。すぐに警察が捜査を始め、彼女の店が 性的な欲望をかき立てて満足させ、公助良族に反するとして、営業を妨害した。1992年までに、彼女の店は2000回以上起訴された。彼女は、他の団体からも不遇を受けた、ボシンベリンでドイチェンブックハンドールズは、彼女のスティボンシン出版の加盟を、倫理的懸念により拒否した。フレンズバーグテニスクラブは、 彼女の入会を一般的懸念により拒否した。1979年、ベアテは二人目の夫と離婚した。1983年、彼女は胃がんと診断されたが、克服した。75歳の時、彼女はダイビングの免許を取得した。1996年、彼女は長年の念願を叶え、 ベルリンにベアーテ・ウザ・エロティック・ミュージアムを開設した。3年後の1999年、彼女の会社、ベアーテ・ウザ・エイジーは、フランクフルト証券取引所に上場し、財界から大きな関心を持って迎えられた。株価は上場時の64倍まで値上がりした。株券には二人のラフが描かれており、とても人気が高い。ベアーテ・ウーゼは、肺炎のため、 スイスのザンクトガレンで死去した。オスワルトコレと同様に、ベアテ・ウーゼはドイツ語圏での性の解放に、重要な役割を果たした。1989年、彼女は、ドイツ連邦共和国功労勲章を受賞し、1999年には、フレンスブルクの名誉市民となっている。森、2014、表紙森の本によると、バルゲナウ・オールジナウとある。森20、2014、 サンモリ2014-9ありがとうございます。